株式会社スティームの代表取締役中島幸子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、たくさんのお顔をお持ちですけれども、今回スティームのお話ということで、スティームどんな意味があるんですか？スティーム、もともとなんかスティーム教育っていうのが始まりまして、サイエンスの S とテクノロジー技術の T、 エンジニアリングものづくり工学の E、 それからもともとはスティームなので M のところがマスマリクスの M っていう形になってるんですけれど、なんかその4つをなんかこう横断するような学びのことをスティーム教育、ただそこにアートあるいはアーツが入ってきて、なんかアートといえばアートデザイン、アーツだとリベラルアーツみたいな、そんなものを混じり合って、まあ、新しいスティーム教育っていうふうに言われているんですけれど、もともとのこのスティーム教育のところからプラスアーツだったりアートの A の大切さってどんな部分なんですかね？なんか大きく2つと思ってて、アートって言った時にアートって絵を描いたり物を作ったりもするんだけど、なんか一番の根幹はなんか世界を見る新しい視点を生み出すことがアートなんだと。まさにアートってそうだと思うんですよね。日本ちょっともったいなくて、美術とか図工の時間にそんなにそのコンセプトっていうか何を描きたいかとかあまりやらないじゃないですか。でもあそこはすごく面白いところで、描けるのも楽しいんだけど、それによって何を表現したいかみたいなところってすごい、だそれがアート。ただ S をつけるとアーツになって、なんか日本だとこっちの方がより分かりやすいかなと思ってるんですけども、法律でも政治でも何でもありみたいな。日本的な文脈で言うとステムっていうと、文系の私たちはどうすればいいの？そうそうそう、っていう人がいるから、それはアーツに入ってるだろうっていう。そうそうそう、だからよく学生というのはあれですよね、例えば自動運転っていうのは、テクノロジーとかサイエンスの問題でもあるけど、あの法律、はい、そうですね、事故が起こったら誰の責任なのとか、そう今ないですからね。だからそういうのまさに文系の話でもあるしっていう。もともと中島さんは教育分野をしようと思われたきっかけとかはあったんですか？そうですね、なんか自分がまあやっぱり数学オリンピックがあって救われたところは若干あって、なんか救われたんですか？ちょっとそれ深掘りしていいですか？どういうことですか？なんでしょう、やっぱり学校でロンリーネスだったというか。なんでしょう、だから答えがない世界は好きだったんですよ、国語とか社会とか。やっぱり数学とかってもうちょっと学校だともうちょっとなんか答えがあったりとかするけど、なんか いくらでもいけるみたいな感じので、大学に入ってでもそういうなんか現代数学の面白さみたいなの、基本的に誰しもそういう考え方に出会うと開くような概念って数学の中にいっぱいあって、現代数学を数学科だけのものにするにはもったいないと。そこから始まったわけですね。そう、だから僕タラちゃんにおそらく一番あの分かりやすくお伝えしようと思ったら、はい、うん、集合ってやったじゃん、はい、ベン図とか、はい、あれ何のためにやってるかって分かんないじゃん。確かに、だって帽子をかけて眼鏡を かけてる人は何人でしょうとか、そんなことどうでもいいわみたいな現代数学においては、はい、まあ、ここに専門家がいらっしゃるんですけど、いやいや、そもそも自然数というか数字って我々あると思ってるけど、あれ数字って何なのってちゃんとやろうと思ったら、うん、実は集合を使わないと説明できないんだよってことですよね。そうですね、そう、そこまで行って初めて、あ、そのためには集合とかやってったんだっていうね。まあ、めっちゃ深い話ですけどねそれこそ2とは何だよみたいな、そういうことを本当はお伝えしないといけないんですね。でもそうなんですよ、なんかだからそう当たり前のことじゃないよ、2たす3は5なんだってね、教えられるけど、いや2ってなんだっけ、足し算ってなんだっけとか難しいけど、でもそういう考え方を知るだけでちょっとあっってなるじゃないですか。なんか子どもたちにもっとこう開かれた場で伝えられるところを作りたいなと思って、大学生の時から、まあ、実は私が高校の時から先輩たちが作り始めた場があって、その時に一方的に教えるよりはやっぱりなんか手を使ったり自分でちょっと考えてもらうとか、そういうのがないとやっぱり伝わらないんですよね、現代数学の本当の意味みたいなのって。なかなかで、そんなことやってるうちにだんだん教育ってめちゃめちゃ面白いなと思い始めて、そんな時にそのスティームっていう考え方みたいなのを知って、これ使えるなって思って、やっぱり本当中島さんみたいにあの楽しそうに話すのがいいよね。そうですね、いや面白いんだよって言うと、この先生が言うんだったら面白いのかもしれないって思う、ね、面白いのかもしれないって思うよね、うん、いや、あのリチャード・ファインマンって物理学者がいて、あの、はい、なんかすごいノーベル賞もらったすごい人なんだけど、その人の喋り方もなんか中島さんみたいで、いや面白くてさってなんか本当に楽しそうに笑いながら喋るよね、ファインマン。いや、ファインマンさんでもだからそれ大事じゃん、こんな難しい、はい、この数学覚えなさい、ダメですって私めっちゃ覚えてます、あの高校の時の世界
会史の先生がそれでめちゃくちゃ楽しそうに話すから私たちも楽しくって、うん、みんな成績が良かったんですよ。大事よね、楽しそうに話すのってね。そのよくスティームは最近アメリカで作られてとか言うからもうだんだん面倒くさくなってきて、いや縄文時代からスティームあったんだって言うように。でも土器を作るとかって材質考えるし大きさ考えるしアートでもあるし、確かに、ね、確かに、ね、エンジニアリングだしまさに。でも確かにおっしゃるようにスティームって書いると洋物のような感じですよね、あ、外国からなんか、ね、だけどおっしゃるように例えばあの日本人ってあの関高和って和さんってさ、うん、そうですね、こんな問題解けちゃったんだけど、解けあるんだけどとか言ってそれを神社に奉納してたんだよね、山岳をね、うんうん、でそれが実は当時のヨーロッパと比べてもかなり高度な、そうそう面白いんですよ。でも面白いですよね、問題を奉納して、ね、みんなそれ来て解いたり答えは出さないっていう。そのだからあんまりだからそのスティームとか言って洋物っていうか向こうから来たもんだと思う必要も、うん、だけもでもないってことだよね。全然ないですね。今やっぱりデジタルでそれこそ YouTube とか、うん、もう今当たり前みたいにあるけど21世紀になってからじゃないですか、全部この辺だから、なんか動画で何か編集するとか自分で撮るとかで、それこそ何かアニメーション作ってみるとか、今もうありとあらゆる人がやって公開して共有して、まあね、あと中島さん、ま、この大学のなんか教授になるために生まれてきたみたいな、みんながクリエイターっていうみんながクリエイター、あすごい、なんかオバマさんとかはだからゲームをするだけじゃなくて作る人になろうよとか、アプリをダウンロードするだけじゃなくてデザインする側になろうよみたいなこと言ってて、うまい言い方するなって思ってました。確かにな、うん、これだとみんなの心に届きますよね。そうですね。で今なんかちょっと未来の地球学校って呼んでですね、地球全体をある種の学校で、うん、でもいろんな学校とかあとミュージアムとか企業が持っている場とかつないでなんか作っていくぞ、でみんなが本当に作り手なんだっていう、まさにそんな感じのことを、まあ、未来の地球学校と総称して一応その万博のクラゲ館につなげていくっていう構想でやってるんですけど、なんかその時にねいろいろ作ってるものをちょっともしよかったら見ていただこう。これは実は私の方でやったスライムでなんか楽器を作る。子供はスライム大好きですよね。大好きですね。ニューヨークいいのはやっぱりニューヨーク2年ほどいたんですけど、ミュージアムとかでそういうちょっと提案出すと、あやってみてごらんって場所くれて、でみんな来てあ面白いねとか、コングラチュレーションズ、アイデアをなんか実現できておめでとうみたいな感じで、もうなんかそんなこととか、あとまあ数学をもっと女の子たちに伝えたいというのは、うん、お母さんと娘さんとで一緒にやる。塗り絵なら私も楽しくできそう。そうそう、なんかデザインとか、うん、なんかこれも企画者が女性たちだからこそなんか出てくる結構デリケートな。おじさんが言っちゃダメです。おじさんが数字でしたら言っちゃダメです。僕も入ろうかしら。はい、健康で健康で入りましょうかね。今そのさっき言ったすごい、すごい、こんなずらーって子ども園とか、あと、葛飾ろう学校とか、あと八重山特別支援学校、宮古特別支援学校で、大学も結構入ってもらったりで、今はカンボジアとかドミニカ、ニューヨーク、今年多分マレーシア、モンゴル、ドイツ、シンガポールとか多分広げられるって今調整しているところなんですけど、結構つながっていて、でただつながってるだけじゃなくて、一応私たち F でって呼んでるんですけど、例えばプログラミングだったらロボティクスだったり、別にそれって大した話じゃないって大変ですけど、プログラミングできたからどうこうじゃないんだけど、ただプログラミングって結構思ってる以上にできると楽しいっていうか、やっぱり頭の中がこう可視化できる、なんか知らないのもったいないっていう意味だけで、今まだ知ってる人ってどうしても限られてるから、なんかプログラミングとかロボティクスとか、いわゆるそういうテクノロジーの、アートとテクノロジーみたいなところを F でとして渡して、選びたかったら選んでればいいみたいな、合う人は選んだら。確かに組んでみるとさ、意外とバグったりするし、うん、それまた面白かったりする。そうなんですよ、なんか試行錯誤ですから ね、うん、やったことないな、やってみたい。絶対持って絶対ハマるって、多分ハマりそう。絶対ハマる、さっきからずっとねそれ、そうなんですよ。止まらない。だからこういうね、物と遊ぶのも同じで、でもそれがコンピューターさんとのやり取りになるっていうか、うん、その先生がこう今まで教えてくれてたのが、プログラミング教育っていうのはコンピューターさんに教えてあげる教育であると。だからなんか育児とか教育と一緒で難しいわけじゃないですか、コンピューターさん思うようにこう言ったはずなのにみたいな。いや、コンピューターってめっちゃ素直なやつだから、言ったことしかやんないからね。そうなんですよ。ちょっとここにピリオドがありませんでしたみたいなんで、ちょっとね困ってたりするわけで、最近だいぶ親切になってきましたけど。
カンボジアのどういう方々ですか？山本日本語学校って日本語喋れる方々なんですよ。めちゃめちゃハマってメディアアーティストみたいに今なっていて、もすごいんですよ。あ、これ見て見て、カンボジアで特にこのカンボジアの魅力をじゃあこのプログラミングで伝えればいいんじゃないかって、これとか例えば右上のやつで これトンレサップ湖で、そうですね、あの水上で暮らしている人たちがいると、私もこれのおかげで初めてだいぶ知ったんですけど、本当にゆらゆら揺れていて、学校とかもそうですねあるし、なんか毎日のねご飯とかもなんか売りに来てくれるらしいんですね。そう、映像で見たことあるかも。そう、それをなんかこういうアートで表現してくれたり、これめっちゃなんかその時土地土地のユニークなカルチャー、そうなんですよ、ね、反映した。面白いですね。でこの発想絶対出てこないもんね、普通に。そうなんです、そうなんです、東京日本からは。でなんかこうアンコールワットとかも難しいんだけど、丸三角四角で大体作れちゃうみたいで。マジですか？そう、ああ作ってる。そう作ってるんです。でこの左下の今走ってたのも、これなんかああいう川でのレースみたいなのがあるらしく、本当はカンボジアの皆さんに喋ってもらう方がいいんですけど、そう、あとねフォントが面白いとかいう話をしだしたら、それからねフォントもいろいろ、これ右上のやつが B ですね、なんかね発想が可愛いんですよ。 B だから 8B にしたり。お上手。実はですね、今日カンボジアの皆さんに入っててもらっていて。いいですね。そうなんですよ、みんな出てきた、すごいたくさんの方が。そう、あ、カンボジアの皆さん、特にまず最初に自己紹介してもらえますか？お願いします。はい、じゃあ私の方から。私はカンボジアのシェムリアップという町におります。旅行会社で働いております。うちのメンバーは全員山本日本語学校という日本語学校を卒業してガイドになったんですね。それで申し遅れました、山口のり子と申します。シェムリアップ、そう、こんにちは、サマーと申します。はい、カンボジアからのサマーです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ジョンベプソは席大好き芸人パコンです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。芸人。ジョンベプソは、はじめまして。大食感のソフィアです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ソフィアさん、大食感って言いますね。ジョンベプソは、日本大好きタラネットです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ジョンベプソは、はじめまして。ラーメン大好き、ブンヘンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんなんかすごいユニークな。ね、そう、みんないろいろ。ありがとうございます。すごい。なんかこうやってね、なんかテクノロジーってやっぱある意味ですごくって、その先にいといてカンボジア、本当にカンボジアにいるんですよね。みんな本当にカンボジアにいますか？あれ、今ちょっと多分バイクがうるさいと思うんですけど、カンボジアです。せっかくだから四国大の皆さんも。そうだよね、ぜひぜひ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。県にある四国大学の、この4月から4年生になりました、川村と申します。おー、はい、同じく四国大学4年の武田翔馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく四国大学3年の磯田光です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんだからスティーム教育に関わってらっしゃる、巻き込まれてる。ちょっとさ、これは番組的にはですね、はい、どうしようかな。皆さんだから普段からやってんの？やってます、やってます。武田君ピックアップ。はい、中島さんはどういう人ですか？中島さんはもうめちゃくちゃ忙しい人ですかね、私が力見たらもう。中島さんから何を学びましたか？学んだことですか？学んだこと、そうですね、なんだろう、どっちかって手伝って働いてもらってるからね。やっぱり自分が受けてきた教育っていうのと、うん、この小さい頃にもう全然違うなっていう教育の仕方を、まあ、間近で見てきて、やっぱりこれからの時代はそういった力が大切になってくるのかなと思いました。なるほど、うん、そしたらサラネットさん、スティームどうですか？スティームは勉強しててどうですか？難しいですが面白かったです。面白い、どういうふうに面白かったですか？なんか絵を描くのは大好きです。で、P5 で絵をなんか
今は丸だけ三角だけど、なんかあのいろいろ書きました。アンコールワットでも、そうか、ありがとうございます。じゃあトラウデンさんからもと誰かどうぞ。スーヘンさん、次どんなことやってみたいですか？作ってみたいとかやってみたいとかありますか？次は、なんか動物とかを作って、あと動けしたり飛んだり音出たりしようと思っております。うーん、動物作って動くようにしたいんだ。どんな動物作りたいですか？ヘビ。ヘビか。ヘビか、怖いな。ヘビか。ソフィアさんは将来の夢って何ですか？将来の夢は、あの大阪の万博が参加できるようにしたいです。やったー、すごい。でもちょっとカンボジア館と連携するとか ね、そういうのができたら面白そう。ちょっとやりましょう、ね、そして中島先生から頑張りましょう。ちょっと、はい、ご質問を。じゃあスマートさん、じゃあなんかまとめ的に何か。はい、あのもうまとめて言うか、あの初めて勉強したの方は難しいなと思って、もちろん今も難しいところがいっぱいありますけれども、でもどんどん自分も難しいのところでどんどんできるの方がちょっとチャレンジして、もっと難しいところも、もっと難しいのところ行きたいと思いますね。もう最初は丸とか楕円とか書いてて、これだけで絵とかパンダとか最初に書けていいんじゃないかなと思って、でパンダが動かすようになって、カンボジアの文化もあの書いて皆さんに見せられるも嬉しいなと思って、でどんどんこれよりもっとうまくできると思います。最初はもう P5 って何かなと分からなかったけど、でも初めてやって面白くなって、あのもしやるときに夢中ですごい何時間も書いてしまいました。あのすごい面白かったから、でせっかく私たちに教えるから、もしチャンスがあればカンボジアの子どもたちもこれのシェアすると、みんなが子ども多分私よりもっと面白くなると思いますね。子どもだからそういうアニメーションとか作られるの方がいいんじゃないかなと思ってて、で今の方が自分がもういっぱい勉強させて、でできるだけカンボジアの子どもとかシェアしてみんなができるようにとしたいと思いますね。私の今の、あの考えるの方が、あのもう未来のというか今のステップですという感じをしています。で皆さんも日本の大学、あの学生さんも教えてくれて、先生もあの中島先生とかいろいろそういうチャンスが私たちにくれるも嬉しいと思います。もちろん頑張ってやっています。ありがとうございます。ソマートさんすごい、僕より日本語うまい。すごいびっくり。ソマートさんすごく日本語うまい ね。そうなんですよ、皆さん日本語もねすごい、うん、びっくりしました。びっくり。今年はカンボジア高校は行きたいと思っているので、皆さんのお力もぜひと思ってますし、あと、ね、今日はあれですけど河村くんとか、あの日本の大学生とか、うん、あと中高生もあのカンボジアの人たちが今度日本の中高生に教えてくれたりとか、でも日本の中高生の子たちも今度はまた誰かにそこに教えるというか伝えたりとかっていう感じで、うわーって今なってるので、なんかちょっとクラゲ館に、ね、大量に吸収するみたいな。これは全然収録と関係ないけど、四国大学の君たちそのうち飲もうな。すごい。ということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや面白い。あのトラちゃんはこの番組でもう今まで何十回と人間みんながクリエイターって言ってきたんです。で言ってきてて、今日実感したね、なんかね。実感なんかそうですね。みんながクリエイター。そういう意味のことを私言ってきたって。いやすごい、みんながクリエイター。でも私たちもまさにそう思って、まあ、スティームから発展してなんかめちゃめちゃ、ね、すごい面白い話を伺えて楽しかったな。ありがとうございます。ちょっと今回も授業の最後に課題をいただいてもよろしいですか？課題ですね。課題、自分が何をやりたいかってことが結構鍵なんですよね。でその時にあなたのワクワクなんですかと、なんかやっぱり心が踊る瞬間、あなたのワクワクを教えてくださいと、みんなでワクワク探して、それってワクワク探しもワクワクしますよね。確かに。ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。